私、三菱ケミカルホールディングス、それから人工知能学会の浦本と申しします今日はよろしくお願いします。 えー、AI 非常にこうなんて言いますかねあの示すものが多いの広いのでまあ今日お話しする AI ってどういうものかっていうところから入らせていただいて、まあ、最近非常にこうホットなトピック、まあ、機械学習だったり深層学習だったりというところを少しご紹介をして、えー、と私がまあ今主に取り組んでいるまあ科学系のレッド産業あの会社でのえ取り組みをご紹介をした後やっぱりこう人工知能 リーツってあのどんどんこう広まってくるとですねやっぱり社会的な課題であったり倫理的な課題に取り込まなきゃいけない、えー、ということで、まあ、そういうような話を、えー、として終わろうかなというふうに思っていますあの人工知能学会、えー、とおかげさまで結構人が増えていまして、まあ、今は5300人ほどの、えー、と会員数をと250社ぐらいの、えー、と参女会員さんにあの入っていただいています一つ宣伝がありまして、えー、と来年の7月ですけれども1回、えー というあの。 えっと国際会議としてまあ古くからあるえっと非常にそのえっといろんなあの立場からえ人工知能技術を語るというふうなえ国際会特急の国際会議の一つが横浜でえっとえ開催をされますうちの学会が一応主幹学会ということでえっとサポートをしていますよろしくお願いしますそれからあの三菱ケミカルホールディングスっていう会社にもえっと所属をしていましまあ主にそこで働いているんですけれどもまあ主要なえ事業会社がまあいわえっと三菱 ケミカル、まあ、日本でで番大きな、えー、総合化学、えー、企業ですそれから田辺三菱製薬さん、まあ、あの今日、えー、グのム系のお話多いですけれどもそういう意味では製薬会社ということで、えー、田辺三菱さんがいますし。 産さんというのは面白くてですね、くて酸素ガスとか窒素ガスあの病院でこう酸素吸入したりあの工場に行くと窒素とか、えー、とレーザーで使うようなガスを生産している会社であったりそれからヘルスケア領域の生命科学インステリオということであのいろんな科学,学製薬ヘルスケアというふうな領域で活動をしています、まあ、私の,その仕事というのはこういう、えー、と事業会社に対してです、ねあのまあ、AI だとか IoT だとか を使った、えっ、ー、と、デジタル変革を、まあ、お手伝いしていくということになっています。まあ、あの、ケミカルプラント、これ綺麗ですけれども、あの。ええー、日型では非常に、まあ、昔からある古臭い、もう何十年も創業しているような。えっ、ー、と、こんなプラントが、えっ、ー、と、典型的な、えっ、ー、と、うちの会社の、まあ、特にケミカルの工場になります。で、まあ、人工知能技術。 えっと先ほどちょっとご紹介をしましたけれども結構やっぱりていろんな意味でこう人工知能っていう言葉が使われるんだと思うんですね。であの例えば一つのこう、えー、と橋っていうのは本当にその何にでも使えるような一つの課題だけじゃなくて複数の課題を、えー、解いたり課題そのものを見出したり、えー、まあ人間がやっているのと同じようなことをやるという意味でこの汎用人工知能という、えー、と言葉を、えー、AGI、えー アーティフィシャル・ジェネラル・インテリジェンス、えー、っていうことを、えー、と研究されている、えー、会社さん、えー、それからあの大学の先生、まあ、たくさんいらっしゃいます。ここは本当にこうある意味その人工知能の王道ともいえる、えーとえー、領域だと思いますけれども、それから一番下はですね、逆にその何ですかね、なんちゃって、えー、AI とでもいうんでしょうか、こう何でもこう、 例えばでただの電子化だとかちょっと自動化しましょうと RPA っていう、えっと、何ですかねエクセルのこの値をこっちにこう自動的にコピペするみたいな、えっとまあ、単純に言うとそんなもんかと思いますけれどもいろんな,そのなんかもう IT 技術とかデジタル技術そのものにもう AI 手つけちゃえとえ皆さんのところにもこう営業あのいろんな会社の営業さんがこう AI ですよとかっていうふうにいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、そういうものもまあ,あるでしょうねと。 で大体今こう AI について語ってるのが、まあ、真ん中の2つぐらいで、まあ、もう少しこう知的で高度な、まあ、あるいは自律的なオートマスな、えーまあ、定義は難しいんですけれども、まあ、人間がやっているようなのこと,を,それと、まあ、を知的にやるとでここはある意味その今流行りの,そのディープラーニングマシンラーニングを使ってやるものもあれば、まあ、昔ながらのといいますかね一つ前の AI なんかでは例えばロジ,ックプロ,グあロジックベースのあるいはルールベースのやり方が主流だったわけですけど けれどもも、まあ、そういうういのを使ってやりましょうと2番目のその深層学習機械学習っていうところがある意味ですねその今のあの機械学習まあ非常に流行っているところで、えー、まあ深層学習多段のニューラルネットワークを使ってあの大量のデータから知見を得ましょうというものですねまあ今日の話もほぼほぼ AI という言葉を使う時にはこのえっ、ー、とまあ 深層学習と機械学習を足して、えーと、統計的機械学習というふうに呼んでいますけれども、まあ、ここの主にこの AI というと、この辺のことを指す、えー、ということになります。これが、まあえーまあ、AI ブームというのは今、3回目が来ているということになっていまして、えー、とこの辺の、うん。 1>, えと1個目の山がですね、えーまあ、1950年代56年にダートマス会議というところで、まあ、人工知能という言葉がえ提唱されたということになっていまして、えーとまあ、あの春休戦であったりシェドルあの積み切りをこうなんかコンピューター上で扱うような、まあ、今で言えばもう遠いプログラムですけれども代わり80年代に、まあ、皆さんあの、えー、ともうこの辺からはご存知だと思いますけれどもエキスパートシステムこう、まあ いろんなものを、まあ、例えば六方全書みたいなものをこうルールであの知識として書き下して、えーとまあ、論理表現を使って、えー、と計算する、えー、並列に計算する、まあ、コンピューターを作りますみたいな。 なことがあの日本でも非常に国プロも大きなのが走りましたし、えー、とちょうどまあバブルのと同じぐらいの、えー、と重なっていると思いますけれども、まあ、そこもやはりまあ最終的にはデータが少ないよねとあるいは計算機パワーが足りないよねというようなことで、えー、と伝えていくとそこからまあ地道な努力が起こってきたのと2012年にディープラーニングを使った画像認識のコンテストで、えーとまあ、ディープラーニングベースのやつが圧勝すると。これが 画像認識例えば写真に猫が写ってるとか犬が写ってるとかっていうのは当てるタスクなんですけれども大体こう精度が、えー、と30%、まあ、誤り率が 30%40% だったのが、えー、2012年そのアレックスネットという深層学習ベースのアルゴリズムが、まあ、16.4% 16. それまでと比べると非常にいいスコアで優勝したとそれからどんどん,どん,どんこうあの誤差、えー、誤り性誤り率が減って ついてですね、2015年にはとうとうその、まあ、人間も間違、えー、うわけでその誤り率が5%というふうに言われてるんですけれどももうそれを下回る、えー、と性能あ特に、まあ、画像がやはり非常に目覚ましい成果を上げてるんですけれども特定の分野に関しては、まあ、こういう機械学習深層学習に代表される統計的機械、えー、学習 を使ったシステムなり、まあえー、と AI のシステムが人間のこう精度を上回るということが、えー、ともうすでに起きています。であのそこら辺から、まあ、例えばアルファ号が出てきて囲ゴのチャンピオンに勝った。もう囲碁だとか将棋だとかっていう、まあ、盤面にこう全てのものができていて。えー いうもののをその完全情報ゲームというふうに言うんですけれどもいわゆる完全情報ゲームについてはもはやもうあの人間よりもえっとコンピューターの方が強いと言われていますし、えー えっとまあ、トランプですとかマージャンですとか手札が隠れていて、えー、情報が完全でない不完全情報ゲームについてもです、ねえー、最近あの意外と最後の取り出だと思っていたマージャンもマイクロソフトさんの,、まあ、あの AI が、えー、いい、えー、成績を出してますけれどもあのどんどんやっぱりゲームの世界っていうのはどん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 ん、えー、コンピューターが、えー、と勝ち進んでいるという状況があります。ともうう一つのの流れっていうのは えー、まあ、データドリブンデータ起点、データ駆動という言葉を使うと思うんです。けれども、やっぱりこうデータがあのたくさん使えるようになるとですね。こうデータどりまど、あ、れ、よくデータドリブンみたいなことを言われるようになってきています。それはまあ裏を返すと、まあその今までこう。どちらかというと演繹的な思考。 を使っていたのがだんだんその機能的なアプローチにその、えー、焦点が当たってきたまあそうは言ってもその18世紀頃はそのヒュームなんかはその、えー、機能法はダメだとかって言っていたわけですけれども、えーっとまあ、そういう意味ではこう大きな腕にの中で今その演疫的なアプローチと機能的なアプローチ特に後者に、えー、っと脚光が浴びているそれから先ほどのご講演でもできてましたけれどもやっぱり今まではどちらかというとこう還元主義こう少、えー、し,しあの 物事を還元して小さく区切ってそこから知見を生み出していくというところからだんだんその全体主義の方向にいってるんじゃないかなというふうに思います。で私もですねその会社にいるともう今コンピューターじゃなくてそのデータに基づき系がしたいのだとかっていう無理難題を経営人が言ってきたりですとか、まあ、工場のプロセス最適化自動化という条件値みたいなのが非常に流行っている。 でえー、とホモデウスあの、多分皆さん読まれたこと多いと思いますけれども、まあ、そういうその行き過ぎたこうデータ信者データ教みたいなものが本当にいいのかというふうな、えー、と論調ももちろんで始めているかなというふうに思っています。 演期時の、まあ、皆さんにはもう社会に説法だと思いますけれども今までは、まあ、これはその摂氏を摂氏の温度をこう変換するみたいなことを考えるとまあ今まではこう式を立ててたわけですねその、えーっとえー、っと摂氏に1.8倍して32を足すと可視になるよでこの式に当てはめると入力の数字を入れると出力の数字がまあ書いてこれはあの普通のえっと一次方程式といいますかこう直線に落ちているわけです。 それに対して、えー、と機能的アプローチというのはこういうその式を立てるんではまず立てるんじゃなくて、まあ、データをこう,やってこう集めて、まあ、温度計でこう量あの摂氏の温度計と下肢の温度計で測りましょうとそうするとまあ一つ一つがこのデータになるわけですけれどもこうもちろんこうばらつきがあるわけですねでこれを見てまあ線形回帰のやり方というのはこうこ,こにこう一番フィットするこう線を引きましょうと。 そうするとまずここはこういうデータを集めてきて、まあときにはその正解データとしてこれはまあ回帰なのでラベルは正解データを別に作る必要はないですけれども訓練データを用意してモデルを作ると入力に対して出力を推定するということがある意味機能的なアプローチなわけですねこれが可能になったのはデータが大量に使えるようになったことそれからそれを支える計算パワーが非常に大きくなったこと。 ということがあるわけですであの科学業界あの私もまだ3年目なのであの新人社員なんですけれども、まあ、やっぱり行く工場なんかに行くともうあの最適化だとか自動化だとかってもうやってるんですずっとその科学工学だったに基づいてモデル 化をしたりシミュレーションをしたり、ね、何十年もこうえっ、ー、と、えー、プロセスの最適化だったり予兆検知というふうなねとあの取り組んでき、えー、ています。ただやはりあれだけこうあのコンプレックスな、えー、と化学プラントみたいなものでなかなかそのモデルと現実がフィットしないっていう現実もあって、なでえっ、ー、とその演液的な手法っていうのにやはりえっ、ー、となかなかこう少しこうなんて言いますかね引き詰まりみたいなものをえっ、ー、と皆さん感じていたと。一方でこういろんなプラントがまあ自動化されて DCS、MCS DC、MES というんですけれどもこう例えばこの、えー、と配管の流れるこうなんて圧力物の,の,の圧力がどのくらいだとか温度がどのくらいだみたいなのが取れるようになってくるとあの機能的なアプローチが使われるわけですね先ほどあのご紹介をしたこっち側の右側のアプローチ。ということでこれが、まあ、あの当たるときには結構当たると。 いうことであの今非常にその例えば科学業界のようなまあ伝統的なあの現場でもえかなりそのいわゆるデータドリブンデータ科学というものがえと注目をされていますただあの時計的機械学習、まあ、真相学習だったり機械学習が何でもできるかっていうとやっぱり特に現場に行くとそうでもなくてですねまあ、一つはそのよく言われるんですか 基本的にそのとこういう、えー、時計的機械学習というのはデータがないと動かないわけですよね。で基本的に過去のデータがあってその過去のデータの確率空間確率分布に従って未来を予測するというのが、えー、機械学習の、えー、と本質ですので逆に言うとその過去に起こってないことはデータがたくさんあったとしても予測できないということになりますよね。えーと なので例えば現場に行くとです、ね、年に1回しか起きないけれども起きたらすごいあの、えー、とラインが止まって何億円も損をするみたいな事象ってあってそれを当てろみたいな話になってくると1年に1回しか起きないと10年に10回しか起きないわけですねそうするとやっぱそのデータを、えー、と10個集め N が10で、えー、と機械学習をかけてもあんまり動かないもちろんそうですので、ね、やはりそこは違うやり方で例えば解かなきゃいけない別のやり方と組み合わせなきゃいけない。 えー、ということがえっ、ー、とありますし、あのディープラーニングがあの一番いい最適解かというと。 結構ねそうでもなくて意外と問題解いてみるとその昔ながらのやり方が、えー、と一番良かったねということが、えー、とよくあります。それからさ、えー、データどうかみたいな話もあの非常に注目を浴びていますし個人的にはやはりその科学産業科学会社っていうのはそのシミュレーションの知見だったりあのデータっていうのは結構昔からやってるんで持ってるんですね。でそれを使わない手はないのでやっぱりそのシミュレーションとデータ科学をうまく組み合わせる、えー、みたいな話が、まあ、データどうか。 なんじゃないかなと思ってるんですけれども、こういうところが非常に、えー、と注目を浴びているかなというふうに思っています。で、今まあ、どういうトピックがですね、そのいわゆるあの AI 技術特に深層、えーえー、統計的機械学習でまあ、注目をされているかっていうのをバラバラとちょっとご紹介したいと思うんですけれども、まずはですね、う課題 やはりその、えー、と特に現場にいるといろんなこう課題に打ち当たります。1番目は今おしあのご紹介したように、時計的外学習というのはデータがないと動かないし過去に起こったことしか予測できませんということなのでレアケースみたいなのは結構困るわけですね。それからこれもよく言われるんですが、特に深層学習の場合には。 画像を見せてこれは正しいいい製品悪い製品っていうふうに判別をする場合になんでこれ悪い製品って判断したのっていうような説明の説明 ということがあの特にディープニューラルを使うと難しいですディープニューダルっていうのは基本的にパラメータがそのノーが各濃度の重みになっているので、まあ、どこの濃度を通ったかぐらいは分かるわけですけれどもあのじゃあなんで猫って言ったの犬って言ったの正しいと言ったのでもやっぱり現場に行くとですねこう例えばこのセンサーデータがこの例えばと流量あの管の中を通るものの流量が効いてるんですよみたいなことを喜んでこう現場の人に行きに行くとですねいやいやそんなことはないと。 えと納得できないみたいなことをやっぱり現場の方はおっしゃってなかなかその、えー、説得することもできないやっぱりその説明書みたいなのが非常に大事ですし意外と、まあ、これもよく言われるんですけどビッグデータがないビッグデータだビッグデータだって言う、まあ、いいいいわけですけれどもあの現場に行くとですねたくさんデータがあるよっていうふうに言われていくと、えー、あるにはあるんだけれどもこうデータを取る機会が変わっていてそのセマンティクスがあの変わっていますよだとか。 えー、なんかデータはあるんだけどどんな意味だったかどんな単位だったかがは実は書かれていないですとか人によってこう取り方が違うですとか、えー、というふうな、えー、結構やっぱり使えるデータがが少ないっていとうことがよくありますそれから特に機械学習深層学習をやろうとするとさっきの回帰みたいなものは、えー、とまだいいんですけれどもこう、えー、と例えば異常検知。あの 良いか悪いかを当てる場合には良い製品の例えば画像と悪い製品の画像をたくさん用意してモデルを作って えーまあ、分類モデルを作るわけですけれども、まあ、日本の製造業はあの頑張っているので基本的にいい製品が圧倒的に多いんですよね。で悪い製品でそうそうないので結局そのデータ集める時にいい例は精霊はいっぱいあるんだけれども不例っていうのはほとんどないっていうことがよくあります。これをこう色々回転しししたたりり引き伸ばしたりして、えーっと この水増しっていうことをやるわけですけれどもやっぱりこうそのデータの、えー、っとたくさんあってもあのデータのそのずれっていいますかねあのバイアスが非常にかかっているあるいはやはりそもそもその公平でないと、えー、いうことが最近よく言われていてあの例えばその <laughs> こう採用人の採用にあのこういうもの,あのデータを使ってみたいなものがに結構そのこうバイアスが入り込むということがよく言われています。まあ、こういうい課題があって んですけれども結構この最近のこと今回の AI ブームがいいなと思うのはですねこういうものに対してこういろんなその対策が考えられてそれをこうあのいろんな人が、えー、と解こうとしているっていうことなんだと思うんですよね。で、えー、とデータがない、えー、あるいはものを扱うためにまあ、強化学習みたいなものが生まれてきたり説明可能な AI。 ということを頑張ってらっしゃる方もいますし。しま、あ少ないか、出たからの学習ということで転移学習だったり、反響しつきだったりえー、アクティブラーニングみたいなものがこうやって出てきているという意味で非常にそのある意味。健全にそのえっ、ー、とがまあ、実現場の現実的な課題をこう。あの。 アカデミアがあるいは企業が解いていくという意味ではなかなかいい感じになっているのかなというふうに思っています、まあ、少しだけご紹介をするとですね、えー、説明可能な ai えっ、ー、とこれはこっちのえー、っと えー、絵の方が簡単分かりやすいんですけれどもここまあこれ前犬も猫も写ってるわけですけれども、まあ、システムはこれを猫に分類したり犬に分類したりするわけですねただこのヒートマップみたいなものは実はこのこ,うこっちは猫に分類した時にどの領域を、えー、と見て、えー、と猫と分類したのかっていうことをこのヒートマップで表しています。これれグラッドキャム、まあ、少し前に出たんですけれども、まあ あの先駆的な研究で犬はだからやっぱこう犬の顔の方に、えー、と行ってるわけですね。で猫はこの辺ということである意味何でこう猫と判断したのか犬と判断したのかっていうことが、えー、と分かる、えー、というふうな、えー、と研究が、まあ、こう画像もそうですし、まあ、左側っていうのはこうどちらかというとこう決定儀みたいな形で、えー、とこれこの,あの特徴が効いてるよみたいなことを出してくる。 あるいは強化学習、これはあのえっとよくこういう例が、えっと、出てくるかと思いますけれども、これはその、えっと、有名になったのはこのディープ、えー、ネットワーク DQN ていうグーグルさん、ディープマインドが、えっとかん、えー、考え出したアルゴリズムなんですけれども、えっと訓練データがいらないと、とそれの代わりに何を使うかっていうと、この 振り子がこうあるいはこっちに触れるとこう台をこっちに動かすっていう風に何らかのその報酬関数みたいなものが与えられるようなか問題がありますとゲームなんかは結構分かりやすくてブロックずしだとなんかこっちにパドルを動かしたら落ちてしまったから0点だとか。 将棋でこの手を打ったら最終的に勝ったから10点だとかっていうふうな報酬あ何らかの報酬関数というのが考えられますてその報酬何かこう環境をオブザーブしてその何かアクションを環境に対して行ってその結果に対して報酬関数を与えて、えー、と成果フレー成をの報酬関数を与えてモデルを更新していくって次の時点に戻ってあの行くというふうな、えー、とやり方をするとそのこう 世界データがなくても学習ができるというふうなことが知られていて、えー、とアルファ5-0ていうバージョンは、この空科学習を使って、この場合にその、えー、と 2, 人の2体の2つのアルファ5-0がこうお互いにこうさ差し合ってあの強くなったということが有名で,、えーですね、きあの言われています。それから次が、ですねこれまた面白いんですけれども、あれ、よいしょ。 トランスファーダーニング、転移学習というのも非常にあの注目を浴びています。これも 結局、そのデータがあの特に訓練データが少ない場合先ほどご紹介したような例えば私の、えー、と価格系の会社のとある製品の異常検知をしたいという場合にはやっぱり精霊も不霊もそんなに多くないわけですよね。でそのときにどうするかというとですねなんか意外と本当にそうなのかと思ったりもするんですがこ,うこちら側からこう入力が入ってきてこれがそのリプニューラルなので多段のニューラルネットワークがあってここからこう結果が出てくるわけですね。例えばあの 判別問題ですと何、えー、か写真を入れると犬です猫ですみたいなことに分類をしてくれまあ、えー、その場合の日文になりますけれどもでこの、えー、とニューラルネットワークのこっちのこう入力層に近いところはどちらかというとやっぱりこうこう大まかなこう 教会の形だとか色だとかそういうものをこう、えー、と学習する判別するっていうようなことが知られています一方こっちにこう最後の方になっていくほど細かなその分野、まあ、その物体猫だったらこう猫のこう、えー、と耳のこのカーブみたいなところをこう見て。 決めているので逆に言うとここら辺のこうえっとモデルは、えっと、一般的な画像大量にあるような画像で、えっと、学習をしてモデルを作って最後にこう決める一番こっち側の層だけ、えっと、自分のその対象ドメインの例えばあのうちの会社のとある化学製品の、えっと、画像を入れておくというようなことをやるとですね結構うまくいきます。なのでこのその場合にはデータってのはここら辺のデータだけしかいらなくてこのでっかいえっと このドメインのデータっていうのはまあ事前にいろんなところでえと手に入れることができるのでまあそういうものを使うと非常に早くうまく学習ができるこれもあの非常にまあ現実に沿ったやり方でもありますしあのいろんなやり方が今提案をされています。 それから、あのいわゆるる正解データを作るのって結構大変なんです、ね、アノテーションって呼ぶんですけれども、まあ、基本的には手でつけない人間がつけないといけないので例えば何千何万個っていうふうな正解データをつけるのが大変ですよねなので、まあ、半分ぐらいその教師データがあの正解データがあると考えて、えー、とまあと教師データを 作ってしまうとこれは非常に簡単なここでご紹介しているのはセルフトレーニングというのは非常に簡単なやり方で、えー、と今、えー、と半分ぐらいつけた、えー、とやつで、えー、と例えばこういう。あの これはまあ,、えーあ,れですね、あのごめんなさいラベルついてないデータだと思ってくださいでこれで学習させるんですけれども、まあ、これを学習させると赤か青かっていうわけですけれども一応スコアっていうのは出てくるんですよねで高スコアなものはもうこの,この場合は赤と思ってこの訓練データに達してしまいましょうと、えー、比較的乱暴なアルゴリズムなんですけれどもでもその他をあの モデルの再学習を繰り返していくときか的にその高いスコアを持った人をもうそのまま、えっと、信じて使うということが意外とうまくいくということが言われています。まあ、ハンクヨシア学習って、まあ、いろんなやり方があるんですけれども代表的なものはそれだからその例えばアノテーションあの作るのに正解データを作るのに制約があって例えば100個しか作れませんとお金の問題だったり時間の問題だったりで100個しか作れないっていう時にじゃあその100個をどう選ぶか っっていううのはやっぱ非常に大事なんんだと思うんですよねでアクティブ・ラーニングっていうのは、まあ、ノード学習なんですけれどもその限られたバジェット,、まあ、バジェットっていうんですけれどもじゃあ100個アノテーションを作る時に、えー、とこのアンラベルドプールがあってこう人間がじゃあこれにアノテーションをつけてモデルを作ると非常に効果的にその判別ができるようになるよっていうことを、まあ、何らか計算をするこのオラクルがいてそういう形でその、えーとえー、訓練あの正解データをあの 最良の正解データをこう選び出していくというふうなことをやるアクティブ・ラーニングも非常に今注目を浴びています。 からデータがなければまあ作りましょうという話でギャンという敵対、まあ、敵対的生態になった言葉はちょっとあれなんですけれどもこれは本当によく言われるのは偽札作りと警察官とよく言うんですけれどもそのある生成する側がなんかこうあのサンプルを作りますなんか人の画像をこう作ってそれを、えっとまあ、警官と言いますかね識別機にかけると識別機はこれは あの「嘘で」とか「これは、えー、とボブね」とかっていうわけですけれどもでこれでこうパラメーターをあの。 調整すするわけですがこのパラメーターこっちのパラメーターとこっちの生成器のパラメーターってこう連動しているのでこれをぐる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 繰り返していくとこっちの識別子をうまく騙すような画像がどんどんできてくるまあ平たく言うとそういうような話ですけれどもということで、まあ、自然界にないっていいますかね本当に実在しないような人工的なデータを作ることも含めてデータをないところから生み出すことができるまあこれを応用した例でよく あの新聞なあの出ているのが例えばモノクロの写真を入れるとカラーになって出てくるですとかここにえっと木が欲しい時にはこう木がこう出てくるだとかあるいはゴッホ風の絵をこうピカソ風に変換するだとかまあ、そういうものがこのギャンを使ったアプローチになっています。でまあ、こういうものを使ってですね自社でえっと科学産業ではどういうことをやってるのかっていうのをちょっとだけ掛け足でご紹介したいと思うんですけれども。あの あの自動車なんかっていうのはこうなんて言いますかね組み立て産業典型的な例でなんか部品をこう組み立てると理論上は同じ部品から同じものができますですよねでこれは今、えー、と石油化学の例なんですけれどもあのタンカーでこうナフサっていうのをこう、えーまあ、原油をこうあの、えー、と持ってきて、えー、とそれを陸揚げして、えー、こうエチレンプラント、えー、クラッカーっていう非常にでっかいえっ、ー、と 設備があるんですけれども、そこでこう上流塔っていうのはこの辺にあるんですが、それでこういろんなこう成分に分けていくんですね。その成分分かれたものがさらに次のこう、えー、と処理に行って、最終的にローナものをこう作り出す。こ非常にこう連続的なもので、ガスなり液体なりがこう連続してこう流れていくという意味でプロセス産、まあ、素材系の産業だったり化学産業っていうのはプロセス産業だっていうんですけれども、こういうことであのことをやっています。 そうすると、まあ、あの製造過程の中で,です、ねまあ、生産計画で調達して製造して在庫して、えー、と物流という流れの中で、まあ、の工場系だとこう一番こっち側の下にあるような例えば、えー、生,産生産計画の最適化だったり予兆分、えー、の分析だったり予習、まあ保,えー、保全だったり、えーまあ、先ほどご紹介している異常検知みたいなもの、えー、あるいは在庫の最適化経路最適化みたいなものも、えーとまあ、工場系でもあれば もちろん R&D で新素材を散策するための新しいアルゴリズムだとか実験を自動化しましょうだとかっていうような話もあれば、まあ、あの会社なのでこう営業力を向上する何かだったりビジネスプロセスを最適化まあこういうふうないろんな上の方っていうのは別に科学会社に得意のものではないですけれどもいろんなところで AI が使えるということになっています。 まあいくつかご紹介をするとですねこれはあのえと先ほどちょっとご紹介した年に数回しか出ないレアなえとえ悪いイベントですねあのをえ検知するという,えという予兆検知のに取り組んでえとまあ非常にその データの数はあの訓練データの数は少ないわけですけれども。まあセンサー間、まあ先行規模のセンサー間のこう、あの相関を取って。この場合にはその非常にレアなデータ、あの。えっ、ー、とイベントを当てることができるようになったというふうなお話です。このマテリアルインフォマティクスというのは非常に今流行って。えー、いますほとんどすべての大きな。えっ、ー、と科学会社では。素材会社ではこれをやっていると言っても過言ではない。でしょうと。で。あのまあバイオインフォマティクスはある意味、そのこう。 ビジネス現実的な価値でいうと新しいお薬をまあ作ると,ところにデータサイエンスを例えば使いましょうみたいなアプローチだと思うんですけれどもマテリアルズインフォマティクスはまあ新しい素材新しい材料を発見するためにデータサイエンスを使うというものです。で 例えばこうすべすべする何か素材を作りたいとするとまあケミストがこのすべすべさを出すにはこういうその化学式にしなきゃねとかこの辺に観能器をひげをくっつけてたらうまくいくかもしれないまあいろんな経験と観に基づいて構補となるこうあの化学構造を作ってそれを一個一個こう実験をしてああこれはなんかすべすべな感じになったねとかまあ全然だめだよねというふうなことを言ってたわけですね構造から物性を当てにいくということをまあ膨大な実験でやる。 というのを、えー、と裏返してです、ね、物性からすべすべする、えーとえー、物性が欲しいっていうと,、えー、とその候補となる構造はこれだけですということを言ってくれる、まあ、そのためには膨大な訓練データも必要ですしいろんなデータが必要なわけですけれどもあの大量のデータと,、えー、と機械学習のアルゴリズムを使って、まあ、逆問題というふうに呼ぶんだと思うんですけれども。 とということで、まあ、非常に今あのここは流行っていてただこれはその2つのものが必要で1つは、えっと、いわゆるアルゴリズムですねあの順問題逆問題を解くためのアルゴリズムとそれからそれを支えるデータです。でえっと、今日あの ゲノムの,ゲあのライフサイエンスの分野ってあの個人的には非常にこう整備されたデータがたくさんあるあの皆様のご尽力のたまものだと思うんですけれどもケミカルはやっぱそんなにやっぱりデータがないですよね。なので、えー、例えば文献だったり特許から化合物と物性の情報をこう抽出してきて、まあ、貯めるですとか,なか人間が一生懸命貯めるものもあるんですけれどもやっぱそういうその知識抽出 とか知識表現あるいはデータベースというのが今非常に重要だというふうに言われていましてまあこういうものを整備している会社もあれば今ようやく科学業界もですねあの各社集まってこういう知識を抽出するっていうことをやりましょうまあネドさんだったりえと文科省のあの国プロが動き始めているところです。 もう一つはやっぱりこう単にデータを集めるだけではなくてですね個人的にはデータを情報にして知,恵にしまあ知識にして知恵にしていくというこう洗練化する方向というのが非常に大事なんんだと思うんです、まあ、ね非常にたくさんのデータがあるんですよね。こうアラートもあれば運転日誌もあれば作業手順書みたいなのもあったりヒアリーハット方向みたいなのもあるのでまあこういうものをこう,うまく組み合わせて。 えっともちろんそのオントロジーであったり辞書であったりという必要ですし、まあ、やはり 情報昔ながらの,その言語的なアプローチで辞書で当てるとかパターンで当てるみたいなものから今はやはり機械学習で、えー、と正解データを少しつけておいてあの関係を取り出すって、まあ、LSTM みたいなのがよく使われるんですけれども、まあ、そういうものを使うことでまずはまああの検索みたいなところから始めてもう少しその判断支援システムみたいなのができないかというようなことを今やっています。まあ、夢ははこ、ね、こういういい知識体系みたいなこれはとある 物理研究所の情報システムのプロポーザルなんですけれども実はこれは90年89年にティム・バーナーズ・リーがセルンの情報システムを変えたいということで書いたプロポーザルでこれが結局今のウェブになっています。そういうい意味ではこう実は実ティム・バーーーズ・リーの えー、提案では実はリンクの間にこうラベルを貼ってあったりしたんですけれども、まあ、今の HTML っていうのはまあそれがなくてセマティックウェブみたいなものはこのラベルを貼っていくっていう関係のラベルを貼るっていうふうなアプローチだと思うんですけれどもある意味まあこういうものをまあ科学の世界でもやれないだろうかというのが、えー、と私のえっ、ー、と。<laughs> えと願いでもありますし、まあ、先ほど RDF の話が出てきましたけれども一応2004年に RDF 一番最初の W3C の勧告が出たんですけれども一応日本人でアクティブに活動していたメンバー多分僕一人だと思うんですが一応その RDF のスペック交差としてもですねやっぱこういう意味か知,、まあ、知識であったり意味だったりラベルがついた世界っていうのをなんか実現できるといいかなというふうにえと思っています。 ただ、まあ、いろんな課題とそれからですね、まあ、こう AI を悪用しようというような人たちも結構増えてきてるんですよね。まあ、あの研究もいろいいろろ増えていますこれも有名な例なんですけれどもパン,ダですパンダに何、えー、かこうノイズを乗っけましょうとこういうノイズを乗っけ足すとですね この画像になるんですよねこれ、まあ、人間にはパンダにしか見えないんですけどこれは実はこう先ほどのその画像を入れると何かを当てるプログラムはモデルを使ってテナガザルだと思ってしまう逆に言うとこれテナガザルに分類されるようにこのノイズを作るんですねそういうことが結構あのできるということがよく知られています。 でこういうことをやるのは結局人間なんですよその AI システムが勝手にこうノイズを乗っけるわけはもちろんなくて人間が悪いことを考えて悪いことをするわけですけれども、えー、とこういうことがあの起きて技術的には可能になっています。でパンダはかわいいらしいんですけれどもじゃあこういうそのえっ、ー、と、えー、標識にこの辺になんか黄色いポチってのがあるんですけれどもなんかここら辺にこう,うまいことをでなんかこうノイズを乗せるとこの場合はこの。 えと自動運転用交通標識認識システムっていうのは、えー、とスピードリミットのサインだと思ってしまうとなので止まらないわけですね自動運転車が。というふうなやはりあの、まあ、人工知能技術あるいは あの機械学習の技術が進んでいくと例えば自動運転みたいなところであの非常に価値が出てくるわけですけれどもあのこういうようなまあ悪用するような人間のえと問題であったりまあ社会的倫理的な問題を解いていかなきゃいけないということになるかというふうに思っていますま。いろんなですね日本えとそれかかからら US 欧州でそういう倫理だとか まあ、社会に関する動きっていうのは非常に活発に、えっ、ー、と、行われているところになっています。えー、で、もう時間になってきましたので、まあ、こういうその、えっ、ー、と、アイドル部類の、えっ、ー、と、ガイドラインみたいなものがこう出ていたりして。まあ、原則、人間の権利が幸福だとかっていうことが、えっ、ー、と、基準として歌われています。えっ、ー、と、非常に、あの、駆け足になってきましたけれども、まずはやはり、皆さん。 まあ、AI ってよく主語として使われると、えー、AI がなんとかするみたいな形にとこう言ってしまうとなんかその非常に AI が今自律的に動いているように聞こえることもあるんですけれども基本的に今今の技術それから当面は AI っていうのは道具で皆さんがこの AI という技術を道具として使って価値を創造していくっていうことになりますし悪いことを考えるのも考える人は人間だすだからそれをどうするかっていう問題になっていくでしょうと。 でやはりこう AI 技術をこう発展させていくためにはやっぱいろんなこう価値をやっぱ価値がなければサステンしていかないのでそうすいません想像の感じが間違っていますけれども想像していくそれから社会的な課題の話をしましたし やっぱりあの今日今回のテーマはつながるんだわけですけれどもあの正直なところやっぱ科学、特に科学系の企業ってなかなかこう今まで横どうあのつながりっていうのはほとんどなくてです、ね、データをつなげていこうなんてことは全く思ってない科学会社の人はあんまりいないですか、ね、あのように私には見えます。でもそこをやっぱり変えていいかないと、 えとまあ、例えば日本としての競争力あるいはこう人間としての競争力につながっていかないわけですよねなのでそこをやはりエコシステム、まあ、業界を超えた、えー、とコミュニティであったり皆様とのコミュニティ、えー、みたいなものが非常に重要になってくるんじゃないかなというふうに思っています。えー、とこの辺で終わらせていいいいいたたただきととと思ままますすあありりががうううごござざどもした